はい、ランニング食堂です。今日の動画はですね、一件面白いニュースがありまして、面白いというかね、残念なニュース、残念だね、正直な感想、残念なニュースがありまして、そのニュースをちょっと共有したいなというような感じで思っております。そのニュースっていうのがですね、読売新聞さんのオンラインのニュースで1個ありまして、ちょっと待ってくださいね、小麦さんが非常に泣いておりますので、その内容がですね、大規模イベント上限5000人10月末まで2ヶ月間延長へっていうことで、すごいね、残念なニュースですね。大きなイベントがちょっと5000人以上についてはもう5000人未満でやってくださいというような感じの宣言というかね、そういう風な流れになっておりますというような感じですね。で、これ何が残念かというと、東京マラソンが10月の2週目にあるんですよ。10月の2週目にあるってことはですよ、この上限5000人っていうところに引っかかるんですよ。なので、おそらく開催自体は、開催は多分やるでしょうね。去年も確かそうだったかなと思うんですけど、ここで中止にしてしまうと返金になるのかな、多分。なので去年も同じようにエリートの部だけでやるような形になるんじゃないかなと思います。だから形上やるみたいな感じで、ただこの5000人っていうところに引っかかるので、一般ランナー枠は参加できないんじゃないかなと、多分ね。10月末まで延長するってもう決まってるみたいなので、東京マラソンも例外じゃなくて、例外なくもうこれに引っかかるというような感じで、おそらく東京マラソン厳しいんじゃないかなと、市民ランナーが走るのは厳しいんじゃないかなと思います。一応ね、宣言が解除された場合は1ヶ月間の経過措置として参加人数を上限1万人までとするってことなので、どういうことだ、1ヶ月間の経過措置として宣言が解除されたらワンチャン1万人までなのかな。1万人までってなっても、東京マラソン自体が今年何人か分かんないですけど、例年だと、参加者数が3万7000人とかいるので、絞って2万人だったかな、確か。そのぐらいなので、1万人っていう上限は超えるというような感じで、もしかすると宣言解除された場合で、参加人数を上限1万人としたとしたところで、市民ランナーは走れない可能性があるんじゃないかなと思います。で、こればっかりはね、もう政府が決めてしまったことなので、どういったところでもうしょうがないし、そこはもう諦めるっていう言い方もね、ちょっと厳しい言い方になるかもしれないんですけど、どうしようもないことなので、そこはもうやるせないけど我慢するしかないかなというような感じで思うんですけど、で、ただこれが返金があるのかっていうところがちょっと大事なところ、皆さん気になるところだと思うんですけど、多分ね、今この東京マラソンの感染症予防対策等に関する規約っていうところがあるんですけど、この規約の中で見てみると、この表1、主催者が定めた規定によって大会に参加できなかった場合の措置っていうところで、これの1個目に21年9月17日以降に入管法に基づく上陸拒否や東京都へ移動自粛が要請されている場合は返金対応しますよというような感じですね。はい。これどういうことかっていうと、9月17日以降、緊急事態宣言等で、移動自粛が、マンボウとかね、その辺で移動自粛が要請されてる場合は返金対応するんですよ。ただ、緊急事態宣言、今現在9月12日までなんですよ。はい。これって、9月12日に宣言解除はされるけど、イベント、大規模イベントの参加人数は5000人っていうところで、この上限5000人っていうのは10月末まで延長するというような感じなので、返金ないんじゃないかっていうようなところですよね。これ僕が
今ね、ニュース見て、そういえば返金とかってそしたらあんのかなと思って、軽くちょっと調べたぐらいなので、僕もね、調べてはいるんですけど、間違ってたらね、ちょっとご指摘いただきたいんですけど、これ多分東京マラソン、もし開催して、開催するけど、まあ、国の方針によって、政府の方針によって、緊急事態宣言が解除されても、イベントの規模縮小に関するものに、引っかかる場合は返金はされないですよね。これなかなか参加予定だった方からすると痛い話じゃないかなと思います。まあどうしようもないっちゃどうしようもないんですけど、もう、っていう、まあね、なんだろうな、マラソン走れないし、返金もない可能性もあるっていうようなところで、すごく、まあ、今ね、こう、不確定要素の強いマラソン大会っていうところもあるんですけど、なんて言うんだろうな、こう、難しい世の中になりましたよね。こう、開催するって言って、お金を払っても開催されないんだったら、あ、でもまだ入金って東京マラソンやってないのかな。入金は当選者の入金日21年6月ってなってるので、これもう皆さん入金されてるんですよね。ってことは、返金がない可能性もあるというようなところで、なかなかこうショッキングなニュースというようなところで、ちょっと情報を共有してみました。今後は多分ね、もうこう大規模なマラソンイベントってもうどうしようもなくなる、もう大会自体はなくなっていくんじゃないかなと個人的に思ってますね。不確定要素強いし、もしこれでじゃあ大会運営側が男気味して返金しますってやって、運営が赤字を出すっていうのも、まあ一回とかだったらできるかもしれないですけど、まあ毎回毎回ね、そうやってどこもかしこもそうやってやるっていうのもないと思うんで、ってなると今後は多分、まあなんだろうな、個人でやるマラソン大会とか、今でこそね、もう本当にね、多分いろいろもうランニング YouTuber、ランチューバーっていうのが出てきたところぐらいから、まあなんかこうちっちゃなマイクロレースみたいなのがもうどんどん出てきてるので、そういったところにこう今後の、まあ、マラソンイベントとか、まあ、イベント的なところは、まあ、シフトしていくんじゃないかなと思います。まあ、しばらくはね、やっぱりこう世間のね状況が読めないっていうのも、世の中の状況が読めないっていうのもあるのでね、まあ、イベントの自粛、その参加人数がね上限5000人とかなると、まあ、大きな規模でやるともう人集めないと赤字になるからできないっていうのになってくるので、で集めようとしたらじゃあ、延長しますとかで、結局5000人以上集めちゃいけないとかなってくると、なかなかもう開催に踏み切るっていう団体も少なくなってくるかなと思うんですけど、まあなんだろうな、こう僕らとかもそうですけど、まあちっちゃなマイクロレースみたいな、もう参加人数300人とかそのぐらいで集めるようなマラソン大会っていうのは、まあ今後と皆さんが走れる場所としては一つの選択肢になってくるんじゃないかなと思います。まあその僕らもですね、11月の7日にですね、一応ね、丸尾マラソン第2回丸尾マラソンっていうものをね開催しようかなと今動いておりまして、場所も借りておりますので、上限はねその5000人とかそんな規模じゃないです。もう300人ぐらい集まっても300人ぐらいの規模でやろうかなと思っているので、ぜひね、あのこちらの丸尾マラソンをね一つの目標にしていただいて、今年のマラソンは、丸尾マラソンを走るというような感じで動いていただければいいのかなと、嬉しいかなと思います。まあ、丸尾マラソン自体はまだね、ボランティアスタッフ募集という段階なので、エントリー自体は始まってはないんですけどね、11月7日の日曜日に、丸尾マラソンやる予定ですのでね、こちらに照準を合わせてマラソンの練習をやっていただければいいのかなと思います。まあ、東京マラソンとかね、そのでかい規模ほど盛り上がる大会ではないんですけど、できる限りね、あの皆さんのマラソンへのモチベーションとか当日のやる気を、まあ、マラソンっぽさ、大会っぽさを、レースっぽさを出せるようにね、我々、第1回からさらにブラッシュアップをかけて、取り組んでいこうかなと思っておりますので、ぜひねこちら予定開けておいていただければいいのかなと思います。
まあ、そんな感じで今日の動画は大規模イベントの上限5000人っていうのが延長されたというような話でした。今日もご視聴ありがとうございました。